稲の、縛り方を、説明します。まず、一束稲を作ります。で、二束をクロスさせます。続きまして、この藁を、3本4本をこのように回します。で、ここで、クロスさせます。で、ここでしっかりとねじってください。で、こうどん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 ねじります。ねじります。で、これだけだとちょっと緩い場合にはこのように巻いてって、このように巻いて、で、こうするとここを締めながら、全体をギューッと締めながら、結ぶことができます。で、このようなクロスの状態を作りまして、で、小田掛けにこのようにかけていきます。で、これで完成です。